はいどうもこんにちは、山本天音です。実はですね、この動画2回目撮ってます2回目。なんでかって言ったらですね、顔に生クリームついてましたいやアホやん、マジでアホ。いや帰り道ね、実はねパン食べてて生クリームのそれがついてまんま気づかんとね撮ってました。はい、そんなことはさておきですね、今日実は皆さんにご報告があります。はい、2回目ですこれね。ですね、これ見てください、あるものが届いたんです。本当はですね、今日ね違う動画を撮ろうと思ってたんですけど、台本とかもね作ってたんですけどですね、急遽こっちにシフトチェンジしました。はい、とてもね嬉しいご報告になるので、ぜひ最後までご覧ください。僕はですね、独学3年から大阪芸術大学の美術学科に進学して大学院に行って、で3年間ね副修っていう仕事をしておりました。そこからね独立して、今は画家をしながら、オンライン絵画教室の講師を務めております。生徒さんもね募集しておりますので、ぜひ皆さんね受けてみてください。無料体験もあります。オンラインなので全国から受講できます。はい、そんな感じです。白日会の会員です。はい、それではですね本題に行きましょう。この中身、はい、ではですね、今日ね皆さんに報告したいことがありまして、それはですねこちら、これ何だと思いますか皆さん。実家にね届いていたんですよね。実は早速ねちょっとお見せいたしましょう。じゃん、はーい、月刊美術です。はい、もうねなんとなくわかるかもしれないですね。はい、2024年注目の40作家すべて買えます、ネクストブレイク、今手に入れたい60点っていう感じで、こういう雑誌がね手元になんと届きました。で何かというとですね、実は僕ここに紹介していただいたんです。はい2回目テンションつく、難しいはい、ここのねこの目次ちょっと見していいかちょっとわかんないんですけど、まあちらっとね、ネクストブレイクっていうところでですね、人気作家の推し注目作家 ×15 のトップバッターにですね、なんと抜擢していただきました。いや、やばいですよねこれ。なのでこの雑誌の一番最初なんですよ、この一番最初に僕の作品が載っております。でちょっとね内容はねお見せできないんですけども、こんな感じでね載っています。すごくない？両方僕の作品です。山本天音っていう感じでね、失敗を恐れず常に挑戦し続ける新鋭っていう感じで紹介していただいております。いや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 、めちゃくちゃ嬉しいです。いやほんまにね、なんか今日普通に動画撮ろうと思ってたんですけど、実家帰ったらですねなんか届いてるぞって言われて、で見たらですねこれが届いて、で結構ねちゃんと文章とかもですね、推薦文とかですね、僕の普段お世話になっている、まあ、アーティストになろうっていうユニットがあるんですけども、そこのねキュレーターを務めている丸山勉先生という方にですね、結構ねしっかりとした、推薦文みたいなものを書いていただいております。めちゃくちゃありがたいです、本当にありがとうございました。で僕のね一言も入っていたりとか、プロフィールとかで今後のね出品する、ね、展示予定のこととかも書いております。で実際まあ、この2作品になるんですけど、こちらですね、月刊美術さんの方でご購入いただけます。なので、もしね、買っていただけるっていう方がおりましたらですね、お問い合わせしてください。はい。実際に買えます。これ、まあ、言ったらこの雑誌を買って、で、このね、中を見ながらですね、まあ、僕の絵だけじゃないですね。まあ、いろんな方の絵をこう見て、買うことができるんですよね。まあ、要はですね、もう、これが一つの画廊みたいな感じです。月刊美術さん。これを一つ買うことによって、いろんな方の作品をですね、こっからね、見てほしいな、いいなと思ったら、もうすぐ買えちゃうっていうね、そういうね、特集です。はい、そこにね、抜擢していただきました。いや、本当に嬉しいな。あ、ちなみに、この雑誌はですね、概要欄に購入リンクの方を置いておきますので、ぜひ皆さん買ってください。僕のですね、初めての晴れ舞台みたいな感じなのでね、本当にね、よかったら買っていただけたらね、嬉しいです。いやー、すごーい。嬉しい。
で、何がね、こう、すごいのかっていうか、何がこう、僕にとって嬉しいかというとですね、まあ、僕もね、絵を描き始めてからですね、もう14年目になるわけです。で、最初はですね、デッサンばっかりやってて、で、その時はですね、油絵もね、触ったこともなかったんですよ。で、まあね、どんな絵があるのかなっていうので、まあ月刊美術さんとかで、美術の窓とか、まあいろんな雑誌を買ったりとかもしていてですね、で、そこでまあいろんな写実作家の方を見るわけなんですよね。で、すげえって思ってたんですよ、当時。ね、今でも思ってますけど、やっぱすごいなって、なんでこんなん描けるみたいな。いやー、俺も描きてー、こんなん描きてーってずっと思ってて、で、まあ、憧れやったわけですよ。この雑誌に載ってる人たちっていうのは本当に雲の上の存在のような感じがしていてですね、本当にね、十何年も前ずっと憧れてた場所なんです。で、そこにですね、自分の作品と自分の名前、そしてまあ文章とかなんかそういうものがですね、こう載ってるっていうことがですね、本当に嬉しいです。本当に嬉しい。なんか、なんやろ、これからですね、皆さんこう、何か、まあ絵描きになりたいでもいいですけど、何か思ってね、こう頑張ろうとしている方はですね、ぜひ続けてください。で、続けるしかないんですよ、結局。結局ね。で、僕も、ね、僕より若い人たちでこんな雑誌載せてもらってること、こうってさ、いっぱいいるんですよ。でもですね、そんな中僕はずっと乗る機会とかもあんまなかったんですけど、ずっとね続けてきたからこそこういう機会が巡ってきてですね、こういう風にね大きく乗せてもらえるみたいな、本当に光栄です。はい、いやー嬉しいですね。これ全国紙なので、全国の書店さんでももちろんご購入いただけます。いや、本当に嬉しい。おばあちゃんとかもさ、やっぱ美術ファンやって、まあもちろん今はもう亡くなってるんですけど、喜んでるやろうなって思います。こういう風にね、自分の孫が、こうやって、月刊美術なんかに載ってるだなんて。そら嬉しいでしょ。ね。もちろんですね、こう自分が一人でこう頑張ってきたなんてことは全く思っていなくて、もちろん両親の支えであったりとか、ね。先生の支えであったりとか、友人の支えであったりとか、まあ、いろんな人がですね、僕の周りにいてですね、で、そういう方々のおかげでですね、こういうふうに続けてこられたと思っているので、本当に感謝ですね。人とのつながりマジで大事です。いや、ぜひね、これ皆さんちょっとぜひ、まあ、本屋さんで手に取るなりですね、買っていただくなりしていただけたらね、嬉しいです。いやー、ほんまに嬉しい。マジでこれ大事にしよう。うん。だってさ、今までさ、広告とかでさ、ちょこっと自分の絵がこう載ってるだけでさ、めっちゃくちゃ嬉しかったんよ。めっちゃくちゃ嬉しかったんよ。あ、載ってるって。俺の絵が載ってるって。もうほんまにこの小さくてもいいけどさ、載ってるみたいな。名前と絵が載ってるみたいな。めっちゃ嬉しかったのに、トップバッターで乗ってるっていうのが本当に嬉しくて、いや、ほんまやったらね、今日はね違う動画をね撮るつもりやったんですけど、こんな動画になりました。はい、また来週ね考えてることもありますので、お楽しみにしていてください。はい、ではね、今日はこの辺で終わります。ぜひ皆さん、これ購入リンク貼っておりますので、概要欄の方に、はい、ぜひね読んでください。はい、この動画がいいと思った人はチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いいたします。また来週ね、お会いしましょう。ちょっと皆さんもね、このね、寒さはね、あんまりこう、無理のないように、ね、暖房器具を使って乗り切りましょう。もうこれからどんどん寒くなっていくんで、ね、お風呂とかもね、ちょっとヒートショック気をつけてください。はい、そんな感じで、また来週お会いしましょう。さよなら。